うまっ、余裕だよ。これ本当にきついですね。結構腹すごい膨れだな。普段の量もはるかに超えてる。超越してる。限界突破。おい、何でそんなにめっちゃ食ってるんだ。これできるんすか。もう限界。俺がじゃあ行くよ。てぃっとー、てごしおでーす。さあ今日はですね、久しぶりでございます。 YouTuber っぽいことやってみたー。というわけで目の前見てください。ドーン。こちらにですね、なんとサイゼリア3万円分用意しました。オーケー。というわけでね、本当にこれね、俺良くないと思うんですよ。前回、かなり昔ですね、マクドナルド、こちらもね、普通大体1万円でやると思うんです。大体の方はなんだろうね、人と被るのが嫌な性格。すごいよね。でもこうパッて見るとこんな食べれるんだね。3万円で必ず完食するまでやるっていうのがやっぱもう、こう決まりなので、言っても俺ね、ジャイアント白田さんじゃありませんね、小林さんでもありませんね、ごめんなさいね、フードバトル世代の方は分かると思うんですけども。今日はこいつらと一緒に食べます。カモン、よいしょー。ごめんな、俺が今日入って申し訳ないんだけどな、ジュニアなのに。もう一回押して、山野辺はあいつおったな。またいないんすよ。あれちゃう、買収したらいいんだよ、山野辺の会社。山野辺を引き抜くんじゃなくて、山野辺が所属してる、確かなんかゲーム制作会社とかやつ、ごと買うの。会社ごと。何、山野辺を買うのってそんなお金かかるの。この動画見せたら山野辺少し傷つくかもしれないけど、会社ごと買うんだったら多分俺山野辺をリリースした方がいいから。パッと見ね、これ3万円分、ほんとこの量なんですよ。はい。どんぐらいいける？多分3分の1ぐらい、あと3分の2バステさんで。なんでなんで俺ら2人で食わなあかんねん。3分の1いけるの？いけると思う。シャムシェード？シャムシェード。あ、いいよお前、なんつうの。まあまあまあね、なんつうの。フローさんも歌ってますよ。シャムシェードよ。ごめんなさいね、3分の1は順調な感情のことです。あ、そうですね、すいませんね、壊れるほどの方言いましたけどね。そうですね。ね、ほんとしょうもないね、あのコメントが。基本的にはこれテイクアウトメニューです。すべてテイクアウトメニューなんですけども、こちらサラダに関してはテイクアウトメニューでサラダがなかったので、こちらはデリバリーしてます。出前館とかで頼むともちろんちょっと割高になるので、やっぱ若干量は減るんですけど、店のちゃんと正規の料金の3万円分です。ガチの値段設定です。ちなみに、はい、テイクアウトなんか10円安かったんですよ。だから結構お得でもっと頼みました。あっ、安くなった分、はい、注文で足したんだ。いらないな、そのいらないな、その心遣い。真面目だね。ねえ、普段真面目な人じゃないのに。担当、なんとなくの。俺じゃ、俺からいいですか。いやいや、ちょっと待って、ちょっと僕からですか、僕からですか。絶対にね、もうわかんない、この前もそうやったんやけど、絶対にこいつはね、一番もう軽いところ行くんやって。違う、ほんまに違うの。ちゃんと理由もある。何、俺は言ってもね、今もね、体もガンガンこうトレーニング鍛えてますよ。今食えますよ。なんで本当にもうね、この辺のやつをね、サラダ行きたいな。それでは早速行きたいと思います。サイゼリア3万円、せーの、いただきます。よっしゃー、サラダ行こー。早いなー、早いなー。俺この肉のブロッコリーと肉のサラダ、ドレッシングいります。あ、ドレッシング行こう。これですか。あ、じゃあ俺ちょっと、俺これいくわ。あ、アスパラいいっすね。アスパラ美味しそう。まずはね、この辺から様子見て。そうや、俺ちょっと久しぶりにこれいこうかな。ミラノフドリア。違うね。違う、エビ、え、これエビグラタン。グラタンです。グラタン。へぇ、いただきます。白、じゃあほうれん草いただきます。いただきます。うん、うわ、うまっ。うまっ、余裕だよ。最終的に皆さん、いきますか。行きます、行きます。それこそ今でも行くよね。昔よく行ってたな、サッカー帰りに。うん、何食べますか。ドリアとか。ミラノフドリアとか。いただきました。ドリア1個。あ、ない、アスパラ。アスパラガスのオンサラダ290円です。サラダですか。パスタ行けよ。ほうれん草をそっていただきました。はーい、ほんとまに値段ついてる。ここでパスタ行きます。じゃあいいね。いいよ。ちょっとじゃあ最初ペペロンで。グリーンピースって何からできてんの？どっから取るの？
なんでできるんだろうね、うん、グリーンピースって野菜なんですか、葉っぱじゃね、葉っぱ葉っぱ葉っぱ、この形状で葉っぱめちゃくちゃ適当じゃないですか、この形状で葉っぱある , 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 ってるだけかリアクションしてくださいよこれ、温玉入れてめっちゃうまいないいよね、食べたよチキンシーザーサラダ350円ですね、はい、大体いつもさ、1500円とか2000円ぐらいあったら十分お腹いっぱい、うん、ね、ですよね、うん、結構腹膨れたなまだサラダだけっすよね、結構腹膨れた膨れたなじゃない普段何食ってんねんおっこれぞ、これぞいいねチキンこれいくら、そちらはですね骨付きももの辛味チキン590円になります、うん、あ、でも結構、うんうん、跳ね上がります。これ一番高いのってどれなんですか、うん、逆にティラミスクラシコ6人前1760円、うん、6人前そのパンクなんですか、まあ、俺甘いの無理やねんな、甘いの食われへんね、一番値段しますね、ごちそうさまです、おおおいいね、グリーングラタン390円です、お美味しかった本当に、グリーンピースいただきました、ごちそうさまです、うんうん、はい、ミスターのサラダ、これ190円、いや、うん、ちょっと待って、ミスったかもしれない俺これ気になってたんですよ、ずっとメニュー見てて、まあそうよね、それめちゃくちゃうまそう、ね、アロスティチーニ、ラムの串焼き2本で、あ、2本ですね、食べていただくのは390円です、これ、もう売り切れるばっかりすごいらしいんですよ、あ、そうなんや、めちゃくちゃ人気らしいよ、アロスティチーニ、じゃあ僕もちょっといただきます、2本で一つですよね、そうです、結構歯ごたえあるんですね、これ、あ、うまいわ、ペペロンチーノ完食です、はい、ごちそうさまです、はい、ペペロンチーノ早いね、ペペロンチーノは290円、やっぱスパゲッティツルツル入ってきますね、うん、結構食べました、食べた、骨付きももの辛味チーノ590円、うん、いやちょうどいい感じになってきた、ほんまさ、やめてもらってこの企画俺らばっかりに回ってる笑うタイミング遅いな、ほんまよし、俺このハンバーグ、このでおろしの方一緒じゃないですか、ディアボラです、ディアボラ、これがおすすめなの、これ美味しいですね、これ美味しいです、ソースが美味しいです、なるほどね、行かないじゃないですか、全然おい、やめろよお前、おいおいやめろ、あもうじゃあハンバーグ、ハンバーグいいよ、取ってくれる、うん、うまっ、うまくないですか、うまい、これハマるんですよ、これいくら、これ490円、安っおお今テゴさん1位かもしれないですね、ほらポテト、ポテト大変、もうほんまさ、このポテトの分引いといてこれ何、これ辛味チキンですね、あ、最高、俺に任せとけ、人気メニューです、俺に任せとけ、辛味チキンは、辛味チキン5個で頼むです、頑張れよ結構っすね、あと3本なんだよ、あっ、そっか、言い方がよかったな、うん、値段を考えると日本分だけ追加しとくの、あ、日本分追加、あ、いいんですか1本58円、あそうですよね、うん、サイゼの顔すからね、うわせ、俺のフォーク捨てたでしょ、いや、捨ててないよ、俺、だってこれやもん、ここにあるやんか、もうお前もうほんま、もう勘弁してやろ、冤罪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 、やめてもらって冤罪や、ほんまにほんま、今日大丈夫ちょうど、ちょうど探しの終わったよ、このペースですと3万円まで結構かかってしまうなということなんで、そりゃそうだろ、ジュニアが2人追加されることになりました、どうぞ、くれないにそんな、いい曲や、いい曲のいただきます、俺一回甘いのに行こうかな、パスタ久々、あ、確かにそうね、あ、マジこれ、行ったらすごいよ、いや、これ行ったらすごいわ、うまそう、これちょっとスプーンにチェンジだわ、あ、いいね、女子だなアフタニューンティークが、ちょっとマジ皆さん食い終わった時と食い終わったのもっと行く時いや、俺ね、オンだと噛まないね、セリフとか、ほぼ噛まないの、俺ね、振った瞬間すげえかもね、今オフの状態になってるオフになってるやろ、回ってんねん、カメラありますからね、回ってんねんこれいくらですか、プリン、イタリアンプリン240円です、お、いいじゃん、プリン
ポケモンじゃないかな。あ、コウキ今日来ないね。そうですね、もうちょっとしたら。あ、まあまあまあな。待っとこうかな。でもコウキね、今彼女が2人から1人になったから。やめとけ。それさ。俺のカメラ抜き打ちチェックの時に最後に出てきた、あの麻布十番であの彼女とデートしてた彼女が今妹です。やめとけ。マジかよ。あんなラブラブで撮られてたのに。 あれは彼女2人とまた別、別件バーは。別件で別件じゃないです。もう彼女です。彼女じゃなくて何なんですか。ちょっと待ってますね。一回止まってますよ。一回一回。いや俺普段の量をもうはるかに超えてる。超越してる。限界突破。これ一番食べたら何かあるんですか。確かに。あれ食べたね。いやですよね。全然なんもないよ。プレステ5まだ届かない。そうじゃないですか。今回、はい、MVP の商品をいただけるということ で、はい、そうですよ。ちょっとめちゃくちゃ嬉しいなっていう、はい、プレイステーション5、はい、イエーイ。めちゃくちゃ欲しかったやつなんですよ。あんだけ喜んでたのに全然届かへん。めちゃくちゃ羨ましかったね。私宣言中に入るし、ほんで外出られへんし。結構きついですか今、はい、お腹もうちょっと超えてる。なるほど、うん、それでちょっとお助けチャンスありまして。え、まだ実は大食い選手、うん、え、マジですか。呼んでおります。マジ、はい、一人ずつモノマネやって爆笑が取れればその人召喚できます。じゃあ俺から言っていい。はい、自分から言う。使えないやつもやってもいいんでしょ。はい。モザイクとピー入れてピー入れてこっちが笑ってりゃいいんだよね。はい、もう知らんもん、もう知らん。あ、もう使える使えないなんで、はい、じゃあいくよ。モノマネ。自信ネタの使えるわけないから。自信ネタとしか言えないんで。ダメでしょ。めちゃくちゃおもろいですけどね。100% 使えないやつ。でも笑っていただきましょう。笑ってますよね。全部ピートモザイクですけど。全部モザイクで。当たり前。というわけで、スケット、お願いします。ピー沖縄の手越し、ゆうやる。出ました、偽手越し。あ、待って、さっきはこっちこっちです。お願いします。すいません。人並みのお腹空いてます。坂尾さんから降りてきた。平地で平地。いや、いいね。偽手越しの井上さんの会に出てもらいまして、はい、いや僕もね、本当に共演した方全員大切な共演者ですよね。1回で終わるのなんて本当僕嫌なんですよ。ただあの時に共演させていただいて、俺本当心のどこかで正直思ってました。多分今日で会うのは最初で最後です。愚問だと思うけど、飯は結構量食える。あ、食べますよ、ね、大食いですよ。そうそう、僕、あの某ピザーラさんで、うん、あの某ピザーラさん、言っちゃってるから、ね、某ピザーラさんで働いてるんですよ。はいはいはい。で、一回クレームが来たんですよ、お客さんから。 あのピザに毛が入ってるって。いや、そうや。はい、それで。そう、真っ先に僕疑われたんですよ、だよね、みんなから。そりゃそうだ。でも、その日僕休みなんですよ。あら、もう店長から電話かかってきて、お前お店に来てピザ作ったって言われて、いや作ってない作ってないですって言って、でもお前の一番の刑が濃いから、お前がもうなんだろう犯人だってことで、ラージのピザ5枚全部食べさせられました。あ、そうなんだ。なんでそのエピソード。ピザまだあんまで誰も言ってないから。なんか伸びた。美味しいです。食うの遅いんだ。あれこれ猿の惑星出てないコーラもらってるんですか。お笑い芸人さんなんですか。はい、一応、はい、アパッチやね。アパッチです。はい、なるほど。で、もうメインがもう手越優也くんのモノマネをしてる。してねえよ。公開メイクもしてねえよ。なんか正直お腹いっぱい。なんか、マジですか。昼ご飯食べてきた。いや、朝から何も食べてないです。で、ピザ2、3枚とプリンのお腹いっぱい。ごめん。それはミス。ごめんごめん。じゃあさ、なんで今のサイズになったの。
ここまでで何分の何ぐらいいけてんの、何パーセントぐらい減れてんの今で15,000ぐらい。あ、半分だ、結構いったね、ちゃんと。じゃあちょっと、もう本当、まあ、チーム手越は、まあ、もう僕らこう出役でやってますけど、あ、本当のチーム手越はもうみんなね、この裏方のみんなも含めてスタッフも含めてチーム手越ですから、うん、本当のじゃあチーム手越行こうぜ、行こうよ、いただきます、おいしく食べようよ、行きましょう、うん、行こう行こう行こう、向こう食ったね、うん、めっちゃ腹いっぱいね、おいおい、昼寝しよう、カメラ回ってるよすげえもうリラックスモードなんですけど自分がやりたくない時だけもう俺はジュニアだからって結構いいっすよねこれ、これ誰、これ誰のモノマネでしょう、正解、おー、それもあかんからそれもあかんないあかんやつばっかりやめろさあ、それではもう残りはこれだけになりました、ゴミも捨てました、うん、では、トシはそれいける、はい、いきます、パスタね、はい、いきます、手元にある、じゃあサラダもいける、これ僕いきます、いけるよね、はい、残りこの3品です。さあ、我こそは、僕、ピザじゃあいきます、おお、マジか、いや、もうそこしかない、ブラボー、一回食っちゃったのは残り1、2、3、4人だ、おいすっごいハンハンじゃないねえ、ハンハンハン、どっから来る、初めて聞いたそんな音俺じゃんけんで勝った人が美味しくいただけますっていうことにしましょう、おー、いいっすね、いいっすね、最初はグーじゃんけんポン、うわぁ、まあそうか最初はグーじゃんけんポン、じゃあさすがゲスト食べれます、しゃあ、どっち食べたい、ハンバーグ、おお、じゃあこれ、いいですね、はい、じゃあスプーン付きでこれで、じゃあ、勝った方がチキン食べれます、そうですね、じゃんけんポン、はい、はい、うわよかったじゃん、ちょっと食べたいです、だって、そうだね、あと待ってたんですよ、そうで、じゃあ行きましょう、これを食うことでこの夏一番輝ける体になるかもしれない、うん、あれでもももでした、うん、一回行ってる身からするとこれめっちゃきついよ、これそうっすよ、鳥きついっすね、マスターさん、マスターさん、はい、助けてください、嫌ですよそんな無理ですよ僕は美味しいんですよ、美味しい、いや、めっちゃ美味しい、美味しい、美味しい、美味しいですよね、ごめんなさい、東京だから、プリンありましたよ、あ、忘れちゃった出てくんのかい、ね、いやー、その追い込みをそれ全員が言ったら見事完食です、3万円で、いただきました、ナイスマッセー、さすがーテクボール、見ますよ、周りの顔がね、きつい、全然こっち進んでないんですけどはいびっくりした今、おいって言われてましたこんなに、こんなに若いワンケットさん怒ることないですよ、こんなにおい、あなたの10倍を食ってますこっちは何が助っ人だよガチ切れ、ガチ切れしますからなるほど、終わりましょう、ナイス、ありがとう、ありがとうございます、チンしても若干硬くなっちゃうしね、まだね、なんか2人の勝負みたいになってるけど、マジで食ってないっすかなんかすげえ俺食ってるみたいな、お前もう嫌いじゃんなんであの顔ができるか分からないなんすよね、めっちゃ食ってるみたいな顔 できるんすか、珍しいね、ユーマが怒るのでも本当ハンバーグも全然食べてないいや本当じゃん本当じゃんごめんちょっとずらはいごめんなさいどっちの謝り力になれなくてゆうすけちょっといけるじゃあいきますゆうすけちょっといけるちょっと立っていいっすかおぉありがとうやったっけ、もしかしたら完食じゃあ、ラックだよ、おー、行こう、いやー、いいナイス、もう限界、俺がじゃあ行くよ、もうありがとうございますそこ委ねちゃうんすね早いなー
めっちゃ面白い。お姉ちゃんありがとう。手越しゅうや2761円。おお結構いったよね。すごい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 。でバッセ3023円。おお3000円いったら。でユーマ、はい、3320円。おおすごい。で、カイト、はい、3922円。えぇ、ー、あ、ピラリスがでかい。あー、そうだ。えぐい。うまいうまい。我々ですごかったもんね。で、トシ君3280円。うーん、おー、いい。で、ユースケ2550円。うーん、うまい、うん、まあ、まあ、余力残しておいて上で。で、サキマ最後のハンバーグをじゃあ、抜いただく1360円。おーい。ん？け皆さんで27,13円完食って。なるほど。素晴らしい。残りが23,000円。はいはい。いやでもやっぱ美味しかったよ。美味しかったですね。3万円でこんなお腹いっぱいになれるんでしょ。みんなが。いやーもう食えないってまでいけちゃうってことはさ、うん、まあ普通、まあ、無理しないで普通食べに行ったらめちゃくちゃ安くてしかも美味しいものが食べれるって最強だね、うん、やっぱ日本のご飯食文化とやっぱファミレスは。いやでもやっぱユーマーが結構食えんのも分かったし、はい、やっぱ根性あんの分かったわ、うん、君だけないね。あ僕っすか。うわこれめっちゃコメントで叩かれるやつだ。ユウマさんごめんなさい。俺はチームプレーって言ったのにさ、チームプレーって言ったのに。チームプレーが一番できてないやん、はい、なるほどね。続きはやってもありませんが、サブちゃんの方でございます、はい、サブちゃんもご覧になってやってませんけど。というわけで、この動画良かったよって方はチャンネル登録、そしてコメント、そして高評価ぜひよろしくお願いします。というわけで今日は以上になります。ありがとうございました。せーの、でーバイバーイ。はい、OK です。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です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 。いやー素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。すいません。お疲れ様です。